おはようございます。吉田さん、そしてこの動画をご覧の皆様、速稼塾の久保です。今日はですね、こちらのナイト2000のこの維持費について少しお話ししようかと思うんですよね。で、前回吉田さんが、6年間の R34 の維持費が1000数百万かかったということをね、お話しされてましたけども、1000万はかかるだろうなと思うんですよね。で、車体価格が1000万ぐらいで、維持費も同じぐらいかかるっていうのが、やっぱり正直なところかなと思うんですよ。しかもそれっていうのはこれからもかかっていきますからね。まさに一人子供を持つようなもんだなと思います。私も同じような気持ちでこのナイト2000を買いました。で、このナイト2000買う前にベルファイア買ってるんですけども、ベルファイアはね、そうは言っても私の月収の中で収まるぐらいの金額だったんで、そんなに抵抗はなかったんですよね。で、便宜上ですね、会社の経費ってことを考えたら2年間の分割にした方が有利だったんで、そういうふうにしましたけどもね。減価償却費っていうのが使えるわけなんですよ。会社を経営して法人で、車を営業者としてね、使う場合は減価償却ということで、中古車の場合は特にですね、2年間のローンを組めばそれが全て経費になってくるわけですよね。でも私の会社っていうのは利益しか出てませんので、何も経費を使わなければ利益から法人税とかね、住民税とか、そういったものが支払いに当たるわけなんですけども、経費というものを使うことによって、支払いをね、圧縮することができるんですよね。で、でもそうは言ってもね、物を買えばそこに税金含まれてますんで、結局は課税されてるってことなんですけども、物が残る課税なのか、物が残らない単なる支払いなのかっていう違いがありますんで、無理ない程度で必要なものはこの度買っていこうかなと思って、ベルファイアの方は毎月のね、支払いを2年間にして、でも2年間って言ってもね、支払いが10万円弱なんで、そこそこのもんだと思いますけどね。そんな形でね、やらせていただいて、で、今度ナイト2000も同じような形だったんですよ。だから乗車日報とか利用日報とかね、そういうものは書いていますけども、このナイト2000の経費につきましてはまだ分かんないですね。まだね、数えるホールしか乗ってないんで、ガソリンも1回しか入れてないんで燃費も測れませんし、オイル交換の費用もだいたい8000円から1万円かなと思うんですけども、近所にオイル交換をするところがね、これ専門的な車ですから多分ないと思うんで、そこもこれから探さないといけないですし、それから基本的に修理ってのができるのかな、修理が不能かもしれないですよね、もしかしたら。物によってもパーツがないよってものもありましたんで、修理ができない部分も覚悟してなんですけどもね。極端な話、もう1台同じような車を探すしかないっていうことになるかもしれませんけども、そういうのも込みで予算も立てて、やっぱり私も企業経営してますんでね、きちんと見通しが立って、何かが起きたら手放さないといけないみたいなカツカツの状態では、こういうのはね、手が出せなかったんですけどもね。でもその毎月どのぐらいかかるかっていうと、さすがにね、私の月収でもこの1台っていうのは収まらなかったんで、分割にするしかないなってとこだったんですよね。これも会社の経費で、私会社いくつかやってまして、そのうちの別の会社の営業費として購入に当ててますんで、その辺はね、やっぱり上手に支払っていかないといけないなってとこですけども、結論ですね、ナイト2000の経費まだ分かりません。ただやっぱり1000万ぐらい用意しないと取得することすらできなかったっていうのが正直なところですね。1000万あって買えたと、でプラス経費をこれから計上していくってことになりますんで、吉田さんが6年で1000万以上ということなんで、私もそのぐらいかかるんだろうなと、もしくはかけていこうかなというふうなね、子供を持つような心境でございます。それではまた車のこと聞かせてください。では失礼します。